レジェンドに昇格でーす。まだまだじゃ、おもろいだけが正しいんや。いや、お前十分おもろいで。すごいな、才能あって。ベーコンズの漫才を作りたいね、父やと。もし万が一聞いてたら、一緒に漫才作りましょう、父や。父や高之が作家見習いとして入ってくれてるんですよ。面白いんかい。大喜利5年、ハガキ3年、大瀬坂1年。相当笑い野郎だな。あの人たち何屋なんですか。お前の先輩、構成作家だよ。でも笑かす仕事してます。てかさ、何アピールな。根性みたいに笑いすんなよ。彼に任せるなら俺降りるよ。プロってなんじゃ。痩せたい。こいつおかしいですって。お前ここじゃなきゃ生きてけねえぞ。地獄やの。この地獄で生きろや。やるだけやって燃え尽きたらそれまでじゃ。その社員に何があんねん。誰かが作った常識になんで通用されなあかんねん。違う。お前絶対このまま終わんねえかんだ。違う。食らいついたからだけ。ラジオネーム土屋孝之。